してやる。よくもみんなを。その息だ。殺しに来なさい、なぎさけ。誰かやってくれると、どこか他人事だった。だけどミスターティーチャー教えて、未完成な僕らあなたという部落のターゲット打ち抜けるでしょうか。ヒーローブタイリー可能性は溢れた。ミスターティーチャー見ていて、僕ら誰よりもあなたのために、オレンジの中さ、卒業にだけがあなたへのメッセージ。ガチで超えていくよ、レボリューション。渚、切れてる。俺らだって殺してよ、あのゴミ野郎。けど渚のやつ、マジでやる気か。いけない、渚くんを止め。あ、調子こいてんじゃねえぞ渚。薬が爆破された時よ、てめえ俺を哀れむような目で見ただろ。一丁前に他人の気遣いしてんじゃねえぞ、もやし野郎。ウイルスなんざ寝てりゃ余裕で治せんだよ。寺坂、お前そんなクズでも息の根止めりゃ殺人罪だ。てめえは切れるに任せて100億のチャンスを手放すのか。寺坂くんの言う通りです、渚くん。その男を殺しても何の価値もない。逆上しても不利になるだけです。そもそも彼に治療薬に関する知識などない。下にいた毒使いの男に聞きましょう。そんな男は気絶程度で十分です。おいおい、余計な水さすんじゃねえよ。本気で殺しに来させなきゃ意味ねえんだ。ガラチビの本気の殺意を屈辱的に返り討ちにして、初めて俺の恥は消される。渚くん、寺坂くんのスタンガンを拾いなさい。その男の命と先生の命、その男の言葉と寺坂君の言葉、それぞれどちらに価値があるのか考えるんです。寺坂、お前これ熱やべえぞ。こんな状態で来てたのかよ。うるせえ、見るならあっちだ。やれ渚、死なねえ範囲でぶっ殺せ。おー、かっこいいね。黒先生、なぎさ、スタンガンしまっちゃったよ。ナイフ使う気満々だな。安心したぜ。あ、一応言っとくが、ここに薬の予備がある。渚くんが本気で殺しに来なかったり、下の奴らが俺の邪魔をしようものなら、こいつも破壊する。カラスマ、邪魔すんじゃねえぞ。作るのに1ヶ月はかかるそうだ。人数分には足りないが、最後の希望だぜ。カラスマ先生、もし渚くんが生命の危機と判断したら、迷わず高岡先生を撃ってください。先々まで見通せるこいつがここまで言うとは、今までになく危険な状況ということか。いや、俺が見ても間違いなくまずい。
3人の殺し屋たちはなんとかこちらのペースに持ち込んで倒すことができたが、今は完全に立場が逆。潮田渚が先に暗殺に持ち込もうとしても、ほら、どうした、殺すんじゃなかったのか。今の高岡は前と別物だ。最初から戦闘モード、心が狂気で満たされても精鋭軍人、いかなる奇襲も通じないほど隙がない。体格、技術、経験、全国模試で1位を取るより数倍至難だ。勝負にならない。勝てるわけねえよ、あんな化け物。おいおい、へばるなよ、今までのは序の口だぞ。さて、そろそろ俺もこいつを使うか。ナイフと共に夢に出てくるトラウマがある。あの時見せたこいつの笑顔だ。あの笑顔に今日疲れてから全てが狂った。もう絶対同じ過ちは繰り返さねえ。手足切り落として標本にしてやる。ずっと手元に置いてめでてやるよ。烏丸先生、もう撃ってください。渚死んじゃうよ、あんなの。待て、手出しすんじゃねえ。まだ放っとけって寺坂、そろそろ俺も参戦したいんだけど。カルマ、てめえは練習サボってばっかで知らねえだろうがよ、渚のやつまだなんか隠し玉持ってるようだぜ。今のが必殺技。そうだと言ってもまるでピンとこないだろう。殺し屋としてピンチの時、俺はこれを編み出すことで切り抜けた。この技の発動には条件がある。大きく分けてそれは3つ。1つ、武器を2本持っていること。2つ、敵が手だれであること。そして3つ、敵が殺される恐怖を知っていること。よかった、全部揃ってる。なんだ。高岡先生、実験台になってください。なんなんだ。必殺技といっても必ず殺す技ではない。そもそも暗殺者なら、理想的状況なら必ず殺すのは当たり前だ。だが現実はそううまくは運ばない。特にターゲットが隙のない手だれの時はな。だがそんなピンチに必ず殺せる理想的状況を作り出す技、それがこの必ず殺すための技だ。必ず殺すための。ノーモーションから最速で、最も遠くで最大に。くそ、タイミングはナイフの間合いのわずか外。接近するほど敵の意識はナイフに集まる。その意識ごとナイフを空中に置くようにして、そのまま。通信を逃さない。流れるように2本目の刃を抜くが早いか。うそっか、こんなガキに2度も。させなぎさ、首あたりにたっぷり流しゃ完全に気絶する。
殺意を教わった。抱いちゃいけない種類の殺意があるってこと。その殺意から引き戻してくれる友達の大切さも、殴られる痛みを、実践の恐怖を、この人からたくさん教わった。ひどいことをした人だけど、それとは別に授業への感謝はちゃんと言わなきゃいけないと思った。感謝を伝えるならやめろ。そういう顔をすべきだと思ったから。その顔で終わらせるのだけはやめてくれ。もう一生その顔が悪夢の中から離れなくなる。高岡先生、ありがとうございました。やるじゃん。大丈夫か、渚。うん。よくやってくれました、渚くん。今回ばかりはどうなるかと思いましたが、安心しました。うん。僕は平気だけど、でも、どうしよう。高岡先生から奪った分じゃ足りない。とにかくここを脱出する。ヘリを呼んだから、君らは待機だ。俺が毒使いの男を連れてくる。はっ。てめえらに薬なんぞ必要ねえ。ガキども、このまま生きて帰れるとでも思ったか。お前たちの雇い主はすでに倒した。戦う理由はないはずだ。俺は十分回復した。生徒たちも十分強い。これ以上互いに被害が出ることはやめにしないか。ああ、いいよ。諦め悪い。いいよ。ボスの敵討ちは俺らの契約には含まれてねえ。それに言ったら、そもそもお前らに薬なんざ必要ねえって。お前らに持ったのはこっち、食中毒菌を改良したものだ。あと3時間くらいは猛威を振るが、その後急速に活性を失って無毒になる。ボスが使えと指示したのはこっちだ。これを使えばお前らマジでヤバかったがな。そのウイルスを使う直前に3人で話し合ったね。ボスの設定した時間は1時間ね。だったらわざわざ殺すウイルスじゃなくても取引はできるね。お前らが命の危険を感じるには十分だったろ。あいつの命令に逆らったってこと？お金もらってるのにそんなことしていいの？アホか。プロが何でも金で動くと思ったら大間違いだ。もちろんクライアントの意に沿うように最善は尽くすが、この薬はな、奴らの目の前で爆破してやる。絶望の顔が見物だぜ。ボスは花から薬を渡すつもりはないようだった。片木の中学生を大量に殺した実行犯になるか、プロとしての評価を落とすか、どちらが俺らの今後にリスクが高いか冷静に計りにかけただけよ。まあそんなわけで、お前らは残念ながら誰も死なねえ。その栄養剤、患者に飲ませて寝かしてやんな。倒れる前より元気になったって手紙が届くほどだ。信用するかは生徒たちが回復したのを見てからだ。事情も聞くし、しばらく拘束させてもらうぞ。まあしゃあねえな。来週は次の仕事入ってるから、それ以内にね。なんだ、リベンジマッチやらないんだ、おじさんで。俺のこと殺したいほど恨んでないの？俺は支援で人を殺したことはないな。誰かがお前を殺す依頼をよこす日を待つな。だから狙われるくらいの人物になるな。そういうこった、ガキども。本気で殺しに来てほしかったら偉くなれ。そん時プロの殺し屋のフルコースを教えてやるよ。
殺し屋たちは去っていった。彼らなりのエールを僕らに残して。ガラス間からバイブ一回、脱出完了の合図ね。ねえ、麓に行って海が見たいわ。誰か車で連れ出してくださらない？こうして僕らの大規模潜入ミッションはホテル側の誰一人気づかないままコンプリートした。寺坂君、うん、ありがとう。あの時声をかけてくれて。間違えるところだった。一人かけたらタコ殺す難易度上がんだろうが。うん、ごめん。僕らはみんなの待つホテルに戻ってもう大丈夫なことを伝えた。それぞれがそれぞれの疲れで泥のように眠って、起きたのは次の日の夕方だった。なんかものすごい一日だったね。ひとまず無事でよかったよ。渚が一番危なかったんだから。おう、ごめん。なんか時々危なっかしいよね。みんな心配してんだから。おはよう。って夕方だけどね。元気になった？おかげさまで。やっぱみんなジャージなのね。他に客誰もいないし、これが楽だわ。全員の私服2日分考えんのエグすぎるしね。何言ってんの。今あん中にコロ先生いるの？うん、ダメ元だけど戻った時殺せるようにがっちり固めておくんだって。カラスマ先生が不眠不休で指揮取ってる。疲れも見せずすごい人だよ。すげえよな。あと10年で俺たちあんな超人になれんのかな。さあな。リッチ先生もああ見えてすごい人だし、ホテルで会った殺し屋たちもそうだった。長年の経験ですごい技術身につけていたり、仕事に対してしっかりした考えがあったりと思えば、高岡みたいにああはなりたくないってやつもいて、いいなと思った人は追いかけて、ダメだと思ったやつは追い越して、多分それの繰り返しなんだろうな、大人になってくって。爆発したぞ。やれたか。とはいえ結果はみんな薄々分かっていて。寝る。先生の不甲斐なさから苦労をかけてしまいました。ですが皆さん、敵と戦い、ウイルスと戦い、本当によく頑張りました。おはようございます、コロ先生。やっぱ先生は触手がなくっちゃね。はい、おはようございます。では旅行の続きを楽しみましょうか。はい。だってもう明日の朝には帰るだろ。何言ってるんですか。先生はほとんど完全防御形態でしたから遊び足りませんよ。元気だな。せっかくの生徒たちとの合宿、この夏は一度きりのもの。1秒だって無駄にできませんよ。何するんですか。1秒でも無駄にしないって言ったよね。にれ、さすがはカルマ君。相手が油断している。今なら殺せると思ったんだけどね。渚君も撃つ？そうね、時間いっぱい楽しまないと。わーい、大賛成。いくよ。せっかく元気になったから。下に来てたんだ。私来てない。そうです。やったー。面白い。わーい、先生も混ぜてください。いいよ。ぬるぬるぬる。ギャー。よく考えたらふやけてしまうじゃないですか。気づかれたか。そうだよ、これだよ。夏のイベントはこうでなくっちゃ。これも混ぜて。みなさん、この後は花火ですからね。ちゃんと先生とも遊んでくださいね。あのタコ。カラスマさん、我々は撤収した方がいいですかね。ああ、そうしてくれ。ちょっと、コンクリート作業してるんじゃなかったの？海で遊ぶんなら誘いなさいよ。なんて水着だ。必死すぎ。黙れ、ガキども。あ、ガラスマン、どう思う今から。こんなガキども放っておいて、あっちの入りを。どうでもいい。やっぱりビッチですね。なんでって。最近ばっかりバイクなのよ、あんたたち。頑張りましたね。
エンドの E 組は暗殺教室、僕らは殺し屋、ターゲットは先生。にり皆さんおはようございます。2学期も勉強に暗殺に大いに励みましょう。コロ先生と僕らの暗殺教室、修行のベルは今日も鳴る。Hello, shooting star.